こんにちは、テル・アレクサンダー・ベルセンスです。今日はヤフーオークションに出品する商品紹介をしていきたいと思います。30周年 30th anniversary。 はい、ちょっと何の30周年かはね、プライベートちょっとプライバシーの関係もあって言えないんですけど、これもう初めから隠してたらよかったですね。まあいいです。もうこれは中身を見ていきましょう。これがね、ちょっとね、ウォッチとかは入ったりするんですけどね、なんかずっと前から出品してるんですけどね、なんか手応えが悪いんです。あ、圧巻はもう見えてもうた。まあいいですわ。もう見た人だけ、今ちょっとプライベート的なこと、個人情報入ってたんですけど、見た方、拡散しないようにしてください。やっぱりこれどうなんですかね。まあ簡単に言うと、会社でもらったものです。で、会社のまあ景品みたいな感じでもらったものなんですけど、私は必要ないと感じたので出品することにしました。はい。で、新品です。で、まあ一回開けてはやっぱり見たりはしてるんで、厳密に言うと新古品ぐらいに思ってください。こんな感じです。大変こうやって綺麗な感じですね。はい。で、これ中にこれ鼻くそみたいについてるんですけど、これもう取れないです。真珠、本物の真珠かどうかは分かりません。おそらく偽物だと思います。裏がこんな感じです。で、これはまあ何なんですかって僕も思ったんですけど、どうやらアクセサリートレイのようです。ここにアクセサリーを置けば安全なんですかね。で、中こんな感じですね。で、一応まあせっかくなので、この箱付きで梱包して出荷いたします。で、もしですね、もしですよ、少しでも送料安くしてほしいとか、そういうご要望がある方にだけ、これだけですよ。これだけで出品することも一応できます。そうすれば送料もあと50円ぐらい安くはなるとは思うんですけど、まあ、せっかくなんでね、このケースもね、まあ、ついてた方がいいかなと思いますけど、どうですか。はい。で、30周年、なんかこういうなんかシルバーアクセサリーとか好きな人にはなんか嬉しい商品かもしれないですね。確かね、今ねちょっと見ます。あ、出てこないな。もうすでに出品がね、今126点出品してるので、今出してる商品がちょっとすぐに探せないんですけど、確かね500円切ってたと思うんですよ。ちょっと値段上げていきますよ、やっぱ動画作った限りは。うん。なので、まあご入札ね、検討していただきたいと思います。では、よろしくお願いします。